イメラジオ第5551回、今日は令和5年10月2日火曜日です。時刻は午前8時、横浜港北、爽やかな秋の空広がりました。空は薄いブルー、丹沢には雲がかかっていて富士は見えないですね。港の方、太陽が昇りつつありますから陰っています。その代わり港北の町が白く浮き上がって見えるような、そんな秋の朝。窓からの風も涼しく、もう玄関まで開ける必要はない、そんな頃です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さて、5551回目、今回は本のご紹介、自由と成長の経済学、柿野真吾さんの本ですね。今から2年前の2021年に出た書、 PHP 新書です。2年前の書ということでまだ新しく、今回ご紹介とは言いながら当然ネタバレになっては元も子もありませんが、非常に注目すべき書であり、この柿野っていう経済学者さんも今35ぐらいかなと思うんですが、これから論壇で出てくるそういう人でもありますので、ご紹介はしましょう。今注目されつつありますね、この人は。で、この2年前の書、自由と成長の経済学、これを見ても並々ならぬ力量を感じさせる、そういう人でもあります。表紙の副題には、人新世って読むんですかね、人新しいよ、どういう意味なんでしょうね、この人新世って、なんか新しい時代の人が来るっていう、そういう意味なんでしょうか、と、脱成長コミュニズムの罠。だからコミュニズムは恐ろしいんですよ。ところが今日本でこの資本主義にどっぷり浸かりながら、そして資本主義の恩恵をいっぱい受けながら、けれど社会主義がいい、共産主義がいいとかって言って、あの北朝鮮や中国やそういうところを賛美している、もう頭おかしいような人がいっぱいいるわけですね。労組とか立憲民主党とか日本共産党とか、ああいうとこに、まあ、公明党も一部そうでしょう。自民党にも半分くらいそれぐらいの人いるんじゃないですか。社会主義がなんとなくいいんじゃないか。いや、保守と呼ばれている論客も実は経済学から見たら社会主義者ばかりなのだ。保守と呼ばれる論客もね、ほんと社会主義者ばっかりなのよ。実は TPP 反対とか、都構想反対とか、民営化反対とか、あの給付金増やせとか言ってるでしょ、あの保守の論客。もうこの辺全部ナンセンスなんですよ。いくら愛国とか靖国とか特攻とか言ってても、経済で全くトンチンカンな社会主義政策を言ってて保守でございますと。だから世界的にも通用しません、そういうお方々はね。結局今日本にいて私たちは資本主義の恩恵、そして経済成長の恩恵をもろに受けているんですよ。この快適な暮らしぶりはどうですか。食べ物がおいしい、大阪まで2時間で行ける、もう信じられない。安く服が手に入る、娯楽もたくさんある。で、これでプー垂れてるわけですね、不満たらたらみたいな、あの社会主義者たち、もうむちゃくちゃなんですよ。で、この本の中で柿野さん言ってますけど、そういう日本で社会主義がいいってな人たちを本当に社会主義やってる北朝鮮みたいなところを送り込んだら、1週間も経って帰ってきたら熱烈な資本主義者になって帰ってくるだろう。いや、その通りですよ。
ソ連や東欧がどれほど悲惨だったか、社会主義においてね。柿野さんの言葉、テレビでおなじみの池上彰名城大学教授の近著は、今こそ社会主義と題されているキューバの医療体制やコロナ対策を絶賛し、池上氏はキューバ革命で指導者になったフィデル・カストロのキャラクターもありますけど、キューバには暗さがないですねと発言している。巧妙な評論家の中野武氏も、コロナ危機後の世界秩序はコロナ危機の下で社会主義化を決断し、実行した国が生き残り、社会主義化できなかった国が凋落すると断言してはばからない。中野武さんって、さくらによく出てたあの人ですよね。 TPP 反対って、結局社会主義化を決断して実行した国が生き残るってむちゃくちゃ言ってますね。空前のベストセラーとなっている斉藤光平氏、大阪市立大学准教授の人新世って読むんですか、これ人新世の資本論は、気候変動もコロナ禍もどちらも資本主義の産物だと断じ、脱成長コミュニズムを唱えている。まあひどい話ですよね。だからこれが今の日本の論壇といえば論壇なんですよ。柿野さんは続けてね、気象関連災害による死者は経済成長とともに大幅に減少してきた。でグラフ出してますよ。ガガガーッと減ってますね。1920年から2010年のグラフ、気象関連災害の死者数の推移、つまり温暖化したとか、あるいは台風が来たとか地震が来たみたいなやつね。気象関連災害による死者は経済成長とともに大幅に減少してきた。人類はかつて自然と調和した素晴らしい生活を送っていたのに、資本主義と経済成長のせいで自然に復讐されているといった物語は事実に反する。母なる自然は有史以前から人類に全く親切ではなかったのである。20世紀以降の世界全体の気象関連災害による死亡者数は2010年代が最も少なくなっている。でさっきの図ですよね。で死亡率は1920年代からなんと約 99% も減少している。古い時代には報告されていない小規模な災害も少なくないと考えられるので、この数字は実際の低下率をかなり過小評価している。経済成長に伴い、人々がより頑丈で安全な家に住むようになり、防災インフラも向上した結果である。川野さん、温暖化についても、温暖化についてはまだ分かっていないことも多いが、気候変動と戦うためにも革新的な資本主義経済が不可欠であることは間違いない。チェルノブイリ原発事故などを想起すれば容易に理解できるように、社会主義体制が温暖化対策に有効である可能性は極めて低い。社会主義体制は経済成長せず国民を豊かにできないだけでなく、合理的な資源配分メカニズムが欠如しているため、環境にも最悪の影響を与える全く取るところのない体制である。いいこと言ってるね、川野さん。もっと豊かになることを望み、自由なライフスタイルを楽しみたいと考えるのは人間の自然な本性である。経済成長は誰かが無理やり作り出したものではなく、ここですよ、誰かが無理やり作り出したものではなく、人間の自由な経済活動を制約しなければ自然に生じてくる結果である。脱成長を強要しようとすれば、政府や共同体が生活にこと細かに介入し、何をなすべきか命令する恐ろしい監視社会にならざるを得ない。その通りです。共産社会はこういう社会です。人間自然な姿を否定すれば、待っているのは全体主義社会である。パニックになる必要はない。
冷静に事実を検討すれば、人類のこれまでの歩みは間違っていなかったし、未来は希望に満ちていることがわかるはずである。私たちが唯一恐れるべきことは、根拠のない恐怖に惑わされて、これまで人類の成功の鍵だった資本主義と経済成長を捨ててしまうことである。コロナ禍や気候変動といった人類の直面している課題を乗り越えるために、今ほど資本主義が必要とされる時はない。早まって資本主義を捨てることは、先人たちの築き上げてきた文明の遺産を捨て去ることである。人類のかけがえのない自由、民主主義、人権は資本主義文明の産物である。これまで歴史上に現れた社会主義経済体制は、例外なく個人の自由を認めない最悪の独裁体制を生み出してきたが、北朝鮮は今もこれをやっています。中国もそうです。これは決して偶然ではない。私的所有権がなく、政府が資源配分を決める社会主義経済では、ロシアの革命家レオン・トロツキーが述べたように、働かざる者食うべからざるという古い掟は、従わざる者食うべからず食うべからずという新しい掟にとって変わられることになる。資本主義社会では、どんな理由からにせよ、ある会社がこの本をお読みの読者との取引を拒んだとしても、読者は他の会社と取引できるが、社会主義社会では、政府が読者との取引を拒めば、読者は何一つ手に入れることができず、餓死するしかない。社会主義者は企業家のことをよく独占資本などと罵倒するが、社会主義計画経済は政府という唯一の雇用主しか存在しない究極の独占である。資本主義社会では、ある会社が読者を雇わないと決めても、読者は別な会社を探せばよいが、社会主義社会では政府が読者を決して雇わないと決めたら、読者は生活手段を完全に失ってしまう。不当さを訴えようにも、話を聞いてくれる新聞社も弁護士もいないだろう。仮に読者に同情する心ある人がいたとしても、その人もやはり政府に解雇されてしまうだろう。そうなんですよ。カールさん、別な箇所でも、貧困が劇的に減少したのは、富裕層の慈善が盛んになったおかげでも、社会主義革命政権が富を再分配したおかげでもない。18世紀以前の人々は、たとえ富裕層であっても、今日の目から見れば極めて貧しい生活を送っていた。彼らの富を再分配したところで、貧困を撲滅するには程遠かっただろう。貧困の撲滅を可能にしたのは、18世紀末の西欧諸国で始まった持続的な経済成長という新しい現象のおかげである。その通りです。このあと識字率とか、一人当たり GDP とか、ジニ係数とかの推移がもうグラフでガンガン出ていますね。資本主義の良いところ、柿野さんはこんなふうにも、所有権がなければ発明に投資をしたり工場を建てたりしても報われることはほとんどない。せっかく利益を上げても独裁者や盗賊に奪われてしまう可能性が高いからだ。人々は結果を見越して最初から危険な投資をせず、社会の発展は止まってしまう。経済発展が始まるには、第一に所有権を尊重する社会が必要なのである。資本主義の財産の私有です。でね、柿野さんは割と哲学にも造詣あるみたいで、こんなことも、資本主義の発展がこれほど遅れたのは、資本主義に対してはエリートだけでなく広い範囲の人々が反発していたからだと考える方が妥当だろう。要するにね、資本主義を嫌がる傾向が人にはある。で、社会主義がしっくりくる傾向が人類にはある。柿野さんこう言ってんですよ。だからね、資本主義の発展がこれほど遅れたのは、資本主義に対してはエリートだけでなく、エリートが共産主義行きたいがあるのはともかく、広い範囲の人々が反発していたからだと考える方が妥当だ。いまだに立憲民主党とか令和とか公明党みたいなところが、広いなんか支持層
庶民から受け取っているのもこれなんですよね。資本主義嫌なんですよ。資本主義や経済成長が嫌なんですよ。人間の性格の中にね。柿野さん続けて、ハイエクは前近代の人々がある意味で今日の多くの知識人と同じように反資本主義者だったと指摘している。人類は有史以前から長きにわたってフランスの哲学者アンリ・ベルクソンやオーストリアの哲学者カール・ポパーが閉じた社会と呼んだような小さな部族社会で暮らしてきた。閉じた社会は小さな共同体同士が資源をめぐって抗争を繰り返す暴力的な部族社会であった。こうした社会で美徳とされたのは他のメンバーと協力して狩りをしたり他の部族を攻撃したりしながら集団の規則に忠実に服従する行動であった。略奪した獲物は各人にふさわしい分け前に従って公平に分配しなければならず、自分の取り分を多く主張するような勝手な行動は許されなかった。無視の精神で部族の共通の目標に向かって努力する滅私奉公が最高の美徳である。要するに日本だけの美徳じゃなかったってことね。この滅私奉公っていうのは、でもっと後の文で、閉じた社会では当然ながら自分の利益の追求だけでなく全体の計画を混乱させかねない個人の創意工夫も歓迎されない、されません。創意工夫なんかやってもらっては困るんです。閉じた社会の思想家によれば、全体の最悪の敵は私的利益の追求なのである。部族社会からより進歩した封建社会が形成されてからも部族社会の倫理は強い影響力を持ち続け、資本主義の大前提を否定する反個人主義的な倫理は前近代には強い支持を受けていた。そう、資本主義が人気なかったんですよ。個人主義が人気なかったんですよ。ずっと長い間ゼロ成長の社会に生きている人々にとって誰かの得は誰かの損であると考えるほど自然なことはない。実際前近代の王侯貴族の富は臣下の農民から収奪した税金に他ならなかったので、当時の人々がそう考えたのも理解できることである。哲学者や宗教家はこの世の富は虚しいもので人は自分の分け前に満足すべきだと説いていた。16世紀のフランスの哲学者モンテーニュは極めて率直に、一方の徳が他方の損になるのであらゆる利益は非難されるべきだと書いてある。そうですね、後に19世紀にはプルドンって人が私有財産は全て窃盗であるなんて言いましたけど、この同じラインでしょうね。でカールさん続けて、貪欲に豊かになろうとするのは他人の分け前を奪う悪しき行為と考えられていたのである。私有財産や利益追求はやむを得ない必要悪としてほとんどの社会では条件付きで容認されてはいたが、常に全体の利益を損なう悪であるとされてきた。金持ちは他人の分け前を不当に奪う悪者とされていた。新約聖書の言葉を変えれば、金持ちが天国に入るのはラクダが針の穴を通るよりも難しいのである。古代から現代まで多くの宗教団体は財産を共有する禁欲的な共同生活を聖人の生活であると称えてきた。こうした発想の名残は今日まで色濃く残っている。天国や極楽浄土あるいはユートピアをイメージするように言われて、経済活動が盛んで活気に満ちた毎年成長し続ける天国を思い浮かべる人はまずいないだろうし、いたとしてもそれは相当変わった人である。理想の天国と言われると人は決まって完全な状態に到達して静止した。こうなのよ。ほんと柿野さん言う通り、完全なユートピアって何って言われたら、完全な状態に到達して静止した変化のない社会、トマス・モアのユートピアみたいなやつですよ。止まっちゃってんですよ。マルクスの描き出した理想の共産社会も止まっちゃってんですよ。弁証法も停滞、弁証法も止まっちゃうんですよ。経済成長は変化をもたらすものである。変化は古来より悪とされてきたし、競争は醜い争いであると考えられていた。だからゼロサムの発想だから外国人とかもに対しても非常に排他的だし、自分の分け前を取る者たちだから、マイノリティへも強烈な差別をするわけですね。敵なんですよ。その経済成長しない資本主義でない
社会は。あとね、あの東ドイツのトラバントって車のことを柿野さんが面白く書いてますよ。ちょっとそこを引用しますね。東独製の自動車トラバントは共産圏の恐ろしくも滑稽な生活の象徴といえる。なんと1961年から1990年まで内装のマイナーチェンジ以外はほとんど何の改良もないまま走り続けたのである。お世辞にもセンスのいいとは言えないデザイン、乗り心地の悪さ、エンジンの爆音、最悪の燃費と排気ガス、1975年にワーストカーオブザイヤーに輝いた最悪の性能は誰もが認める折り紙付きである。そうなんですよ、トラビーって言われてね、あの愛称トラビー、トラバント、もうすっごい排気ガスの車が東独では走ってたんですよ。しかし物不足の東独では、柿野さんね、こんなポンコツ車でさえ購入してから手に入れるまでになんと13年もかかった。このため祖父が孫のためにトラバントを注文したり、新車が届くとすぐに次の車を予約したりする人も多かったという。1980年代には予約台数は販売台数の41倍になって、トラバントですら予約が41倍。東独出身のメルケル現ドイツ首相もトラバントを予約していた一人だが、予約後12年経った頃にベルリンの壁が崩壊したので、ついにトラバントを手に入れることはできなかったそうである。共産圏の食卓はわびしいものであった。物不足が日常的で、共産圏ではタバコや酒などの健康に害がある製品の宣伝は厳しく規制されたのはもちろん、贅沢品を消費するのは社会主義建設の敵であるとされた。戦時中の日本の欲しがりません勝つまではの生活が永久に続く社会を思い浮かべればよい。ビールもコーヒーもお茶もチョコレートも原料が不足し、何もなかったんですよ。ポーランドも東ドイツもハンガリーもルーマニアもチェコスロバキアも、怪しげな代用品や混ぜ物をした粗悪品しか手に入らなかった。 49% が代用品でできたコーヒーやカカオが全く使われていないチョコレートなどザラだった。ひどい時にはそれさえ手に入らないこともしばしばだった。共産圏の食事のまずさは有名だが、ひどいのは食事だけでなく、あらゆるものがお粗末だった。東独製の歯磨き粉で歯を磨くと凄まじい味と痛みが走ったという。東独のトイレットペーパーは 100% 再生紙、漂白処理をしていないのでグレー色で、新聞紙を使った方がマシな代物であった。当時を知る人によればそれは拷問道具に等しかったという。現代からすれば素晴らしくエコロジカルなトイレットペーパーと言えるが、快適さへの追求は全くなかった。その持った後のところで、日本は戦後の経済成長で衛生面でも劇的な進歩を遂げ、衛生的で清潔な生活文化を誇りにし、それに強い愛着を持っている。巧妙な知識人の共産主義礼賛本を読んで、共産主義に憧れている日本国民の大多数は、実際の共産圏の生活を1週間ほど体験すれば熱烈な資本主義者に改宗するであろうことは疑いない。共産圏を礼賛する知識人も、そう、日本共産党や立憲民主党や公明党や辺の人たち、令和もそう、共産圏を礼賛する知識人も自分自身では一向にそんな生活を始めようとはしないのである。斉藤幸平氏が理想とするような登記を禁止し、土地の私的所有を廃止した町もすでに共産圏でとっくの昔に登場している。その結果はどうか。東西ドイツ統一後、東独の政府によって計画的に建設された魅力の乏しい都市から人々が逃げ出し、文字通り廃墟と化している、うん、でそこにAFD っていうドイツのための選択肢みたいなのが今ドドドッとこう支持広げてるわけですよ。 AFD が出てくるんだ、東独みたいなところからは。画一的で全く面白みのない抑圧的な共産主義国の建築は西側の嘲笑の的だったし、おぞましい悪趣味と使い勝手の悪さで悪名高い。斉藤氏の理想は未来ではなく過去にある。
まあ本当その通りですよ。ミルトン・フリードマン、このミルトン・フリードマンの経済学に我々は学ぶべきだという、そういう本ですね。その肝の部分は本書に任せたいと思います。そこが肝の部分です。今さっきのはあくまでもなんか導入部分、あと東ドイツのトラバント、ね、トラービーは面白いからちょっとお話しました。保守と言われる人ももう社会主義の人ばっかりだ、経済学から見ればね。もう柿野さんが、それをきちっと言ってくれてますよ。私も意を強くしましたね。あとフリードマンって悪者みたいに言われて、あっちこっちでもう、ね、新自由主義者とレッテル貼られてむちゃくちゃ言われてますけど、それがいかにマイノリティに優しく、いかに環境を保全できる、そういう経済思想なのか。PHP 新書から今でも本屋さん行ったら手に入ります。柿野慎吾さんの自由と成長の経済学、この今回のイントロダクションで興味出たなと、面白そうな人いるな、ぜひ本屋さんで手に取ってみてください。 Amazon でも買えますよ。